っちゃニンニクの匂いする。やったー。撮ってる。今日は綺麗だね。今日も。あ、なんか、いや、いつもほらここがさ、綺麗にさ、電飾されてたやん。あ、俺も入ってるの。すごい。めっちゃ広告だね。そうなんですよ。10ミリなんで。次買おうと思ってるレンズはこれだね。でもギリいけるでしょ。全然いけてる。なんだっけ、なんて店？油。東京油そば。東京油。すごい。めっちゃ影。こうか。はい。くっさ。ネギくっさ。じゃあいただきます。いただきます。わあ、玉ねぎいく。あ、油出てきたよ。わあ、すごい。油もともと入ってたらしいね。下に入ってる。わあ、すごい。はい、ニンニクトッピング。僕しました。そう、僕。ニンニクいく。3人で1万円昼ごはんでね飲み物とか頼んでないのに1回カツオも食べたね。3000円くらいのカツオも食べたね。うまかったよ。めっちゃ美味しかった。いや別に後悔ないから。いや全然ない、うん、で、それが土曜じゃん。で、日曜、あ、昨日も、うん、まあちょっとさっき寝癖には話したけど、あのついに私、あの彼女に赤バレしました。ありがとうございます。あのね、本当に彼女にね、米田2000を見せてた。ペッタン、あーい、ペッタン、あーい、見せてたら、なんか、トゥルルンって LINE 来て、寝癖の人。で、あの、なんか、コメント来たらね、みたいな。そう、悪くて。誰です？誰かと思った。やめて、やめて。あー、僕。よし、マイク。はい、マイク。よかったっすね。先輩が来た。あの、今話したのが、俺が彼女に赤バレしたの。つい、これ。あの、いやでも名前がバレただけでまだ、いや見ないからって言われました。ああ、そう。そういいよって言われて見ないから。絶対見てる。いやてかもう見ててほしい。もはや。なんかそんな見てる見てるよね。多分。いいよ見てても。全然いいよ。意外とバレるよ。うん。俺も妹にさ、結構前だけど赤バレした理由は。ルチバ始めたんだ。何してんの？ご飯作ってる。社会人がご飯作ってるみたいな感じなんでね。バレた。それはね、サーチ能力がすごい。社会人が料理作ってるやつって死ぬほど。無造無造じゃん。すごいよね。なんだっけ、唐揚げとか言ったの？覚えてないけど。それでバレるの？バレる。それはすごいな。本日から今日、報告してくださいましたね。どうじゃん。なんと、下月の人を始めてから1周年でございます。3月6日だったのさ、誕生日。知らなかった。あっという間だった。てか、あんなん出んだね。で、知らなかった。スマホでしか俺ら見てないからさ。スマホで出ないんだよね。めちゃめちゃ成長した気がする。見てください。ブロッコリーを。いや、初期のブロッコリーは、あれ、この辺に出ますね。ひどいよ、あれ。サムネ含め、画角ゴミだもん。よかったら見てみてください。差分がすごいね。最近だと一緒に見てほしい。確かに。あの、4500円で買いつもらったから頑張ります。あの、そう、その会話の中でね、ちょっと動画出してなさすぎだろっていうね、そう反省もしまして、あの、こういう動画も含めてちょっとずつ出したいですね。本当にね、去年まではね、ショート8本ぐらい出したんですよね。先月2本やってるよね。サボりすぎよ。パイセンさ、出してなさすぎる。俺が、だってあの動画だったの最強に。年前。11月ぐらいだよ。4ヶ月編集した。え、でも、最近のやつは編集したの？いや、多分、年越し？
あれだ、トマト、トマト、煩悩、煩悩が最後じゃない。じゃあ、あれは年明け、その後だよね。間に合ってない。年明けだから1月の2日、3日ぐらい、12月に撮って、そうそうだよね。それで、そっから俺の運試しとか、コーラとか、あの野生が始まって。ひどいな、ひどいね。そう書かれてひどいな。ひどいね。頑張りましょう。僕は明後日がクソ早い仕事なんです。5時とかですね。でもね、まだマシな方なんで、そのうちの会社で言うと5時40分閉めたから、4時、4時台がある。俺らもちょっと忙しいですよ。だって今11時に仕事終わって、そのまま準備してるんですよ。意味わからないじゃないですか。この時間にこんなことやってんの、意味わかんないけど。この時間の飯もダイエットしてる俺って言ったらもうゴミって言うんですよ。ダイエットしてないからね。ダイエットします。します。あの、どんどんこいつ痩せてて、あ、多分気づいてる人もいると思うんですよ。いや、気づいてる人いないよ。どんどんこいつ太ってんな。それこそ1年前の動画見てほしい。あ、でもあれか、顔わかんないっす。あ、そっかそっか。本当にひどいっすよ。特にここ数ヶ月、3ヶ月ぐらい。パイセンは動画出します。動画出します。動画はしますもそうだけど、明日やめますって言います。おお。明日とりあえず日付決めようと思って、はいはいはい、上司にやめますっていう日です、明日。え、じゃあ次決まったってことですか。もう決まったけど。ああ、おめでとうございます。決まったっていうか、あるカードが今いっぱいあって、はいはいはい、はい、どこ行くかね。なるほど。僕ディファレンスチェックやる。あ、そうなんだ。上長として。確かにね。上司にして。あなたリーダーですからね。上長として。これその会社の人たちが見たらまずい、ね。いろいろまずい。いろいろまずすぎる。いろいろまずい。まあ見てないから誰も。絶対見てないけど。ごちそうさまでした。あの、確認なんですけど、仕事辞めてもこのチャンネルはやりますか。やります。はい、ありがとうございます。が、はい、あの、職場によっては副業禁止されているので、僕は収益を受け取れない。ただ働きとか最高やんです。最高やんじゃん。まあ、何らかの形でね。けど、あの、僕パイセンに言われてハッてやったことがあるんですよ。パイセン言ってたじゃないですか、僕が転職するか迷ってるみたいな話した時に、何ひよってんのと。 YouTube で生きていくならYouTube で生きていくなら会社関係なくないって言ったんですよ。真逆言っとるやん。確かに副業禁止とか言ったらバレても、うん、いや、もう YouTube で絞っていくわって思うぐらい、そう、両方頑張れたでしょ。そう、そうなんですよ。そう考えると、もう焙煎の選択肢はもうわずかな気がします。でも美味しかったなって思います。こんなこと言うのもあれだけど、あのさ、この間のさ、ベジロー、はい、もうそうだけどさ、なんか見せてくれるうまくね。わかる。なんかちょっとね、寒い中、あの、そんなことあるか、なんだろう、あの、キャンプの飯食ってるのと近い、そのもの飯と一緒。あ、そう、なんと次回、お前この週末撮って来週出る気がするけど、はい、そう、あの、ひょっとしたら近々ゲストを呼ぶ予定で、はい、なんとこのチャンネルにはほぼ出たことがない男ではない。じゃあ1個しかないし。あと、あ、そう、今週出る動画は何だ。ショートが出ます。ショートが出るとボリング出します。今週出す。一応この週末は時間取ってるじゃないですか、編集日みたいな、あそこでやっちゃいたりしてて、はい、ということでパイセン動画は近々見れるはずです。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。裸見て